こんにちは、ぐちです。今回の動画なんですけれども、花火の撮り方ということで、こちらの内容を紹介していきたいと思います。5つに分けてご紹介していきたいと思います。1つ目、機材準備。2つ目がカメラの設定。3つ目、撮影。4つ目が編集。5つ目が注意点。こちらの順番でご紹介していきたいと思います。まずね、1つ目なんですけれども、こちらカメラですね。もうこちらね、もうもちろん皆様持っていると思うんですけれども、まずカメラをご準備ください。カメラは一眼レフでもミラーレスでも、どちらでも問題ないんですけれども、一番ね重要なのはバルブ機能がついたカメラということになります。バルブ機能っていうのは、長時間で露光する、長時間シャッターを開けることができるっていうのがバルブっていう、機能になります。こちらね、バルブ機能がついてないカメラもあったりしますので、そこをねお調べいただいて、バルブ機能がついたカメラをご準備ください。2つ目がレンズですね。レンズなんですけれども、標準域のズームレンズがあれば問題ありません。僕はね使っているのが 24-70mm で、あとは結構ね距離離れてるところから撮影する場合、だいたいね花火会場ですかね、花火が打ち上がる会場から、まあ、1キロから3キロぐらいもし離れるっていうところから、見る場合ですね、そういう時は70-200mm、とかがあると撮影しやすいかなっていうふうに思います。僕はねこちらの70-200、GM レンズですね、こちらのレンズを使っております。レンズの F 値なんですけれども、こちらはねレンズの F 値が小さいものでも大きいものでもどちらでも問題ありません。というのも F 値はだいたい9から12とか、それぐらいで撮影しますので、F 値がね小さいレンズっていうのじゃなくても問題ありません。3つ目にご準備いただくものが三脚ですね。こちら三脚は3-way 運台と自由運台、ビデオ運台っていうふうに大きく分けて3種類ぐらい、種類がねありますので、こちらねお持ちの運台、三脚にねついてると思いますので、そちらの運台で問題ないと思います。こちらがね僕が花火の撮影の時に持っていく三脚なんですけれども、全然ねちっちゃいですよね。ここから足がビョーンって伸びるんですけれども、僕は自由運台つけていってます。はい、自由運台ってこんな感じなんですよね。上がねボールになってますんで、くるくる自由なところで、調節ができるというのが自由運台になります。で、持ち運ぶときはこんな感じでちっちゃくなるんで、トラベル三脚っていうのは結構ねおすすめですね。これはね僕仕事で使ってるマンフロットの、055っていうね三脚になるんですけれども、この上に初めからねついてるのが、これが 3-way 運台ってなります。これがねビデオ運台ですね。映像の撮影をするときに使う、運台なんですけれども、これが長いんで、まあ、自分の手が当たっちゃったり、まあ、あと他のね通行人の方とかに当たりやすいんで、ビデオ三脚、まあ、ビデオ運台っていうのはちょっとね向かないかなというふうには思います。まあ、でもねこれでももちろん撮影できます。これはねちょっとね小さめの運台ですね。僕は自由運台が、一番ねコンパクトになりますんで、このねカメラの重さに、耐えられる自由運台をお持ちであれば、僕は自由運台でいいかなというふうに思っております。4つ目なんですけれども、レディーズリモコン、もしくはねシャッターリモコンっていう風に呼ばれるものがあります。有線でつないだリモコンで操作をすると、シャッターを切るという風に使うものになります。純正からも販売されてますし、社外品からもね販売されてますんで、そちらね予算に合わせてご購入いただければいいと思います。僕はねカメラがソニーなので、これですね、こちらのリモコンになります。ワイヤレスリモートコマンダーなので、こちらは無線になります。で、これが RMT-P1BT っていうリモコンになります。ここからでもシャッターを押せますし、ズームができたりとか、
まあ、いろいろね、あのボタンがここにフォーカスとかズームとかありますんで、あのこのワイヤレスのリモコンを使えば撮影ができます。ソニーのシューティンググリップになります。これがね GP-VPT2BT という商品でして、これもねよくね Vlog に使われてるやつなんですけれども、実はねこれってリモコンとしても使えるんですね。なので意外に結構優秀なんですよね。まあ、さっきのワイヤレスリモートコマンダーと比べたら、あのこんなにサイズが、全然違いますんで、どっちを持つかっていうのはあの予算に合わせてください。ちなみにこっちがね1万3000か4000ぐらいですかね。こっちのワイヤレスリモートコマンダーは、9000円ぐらいで買えます。ソニーを使っている方でしたら、ソニーから出てる純正のアプリイメージングエッジモバイルっていうのがあります。もしくはね、あの結構新しいカメラ使っている方は、クリエイターズアップっていう、アプリがあります。こちらのアプリを使えば、アプリ上からリモート撮影をして、バルブ撮影ができます。で僕はねこちらのクリエイターズアップを使ってあの花火の撮影ねしたんですけれども、ほんのね若干やっぱり反応が遅いかなっていう、少しねタイムラグがあるかなっていう風に感じます。でも問題なく撮影できますので、リモコン類とかねあの買えないよっていう人はもうこのままねアプリ使っちゃえば無料で、できますので、アプリから操作するのもおすすめです。こちらねリモコンとか、あとはさっきの、イメージングエッジとかクリエイターズアップとかのアプリを使いたくないよっていう、もしね人がいた場合、リモコンがなくても撮影する方法がありまして、タッチシャッターで画面にタッチして、シャッターボタンを押すっていうのができると思います。でその際はあのセルフタイマーをしておくと、便利です。指をね押した時にカメラが少しこうぐらついちゃったりしますので、ソニーの場合はセルフタイマー2秒っていうのがありますので、このねセルフタイマー2秒にしてタッチシャッターですれば、花火の撮影はこういう風にリモコンとかアプリとか使わなくてもできると思います。花火がね上がります、落ちますっていうタイミングがありますので、まあ、ちょっと難しいかもしれないっていうのはあります。次はカメラの設定になります。マニュアル撮影モードで、撮影してください。2つ目なんですけれども、シャッタースピードはバルブまたは露光時間ですね、シャッタースピードを10秒前後に、して撮影してください。基本的にはバルブ撮影で撮影した方が、よりね自分のタイミングでシャッター切れますので、バルブの方がいいかと思います。ソニーの場合ね、シャッタースピードをこのようにどん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 遅くしていきます。そうすると3分の1になってまして、で次 0.4 点々ってなってますよね。でこの点々っていうのが秒っていうふうに思ってください。なのでこれ 0.4 秒です。 0.5 秒、 0.6、 0.8 でここから1秒ですね。1秒、 1.362 ってあります。はい、でこのままどんどん遅くしていきます。これシャッタースピードがどんどん遅い状態で、ここで30秒っていうシャッタースピードになります。で30秒の次にやっとここでバルブっていうのが出てきます。次は絞りですね、F 値と呼ばれます。F 値なんですけれども F9 から13くらいが目安になります。小さい花火だったらもしかしたら F 結構、小さくしないとちょっと暗くなっちゃうかなっていうふうに思いますので、そこはねあの臨機応変に調整してください。ISO 感度は基本的には ISO 100で設定してください。こちらねあのそれ以上にする必要もないですし、それ以下でもあまり必要はないかなというふうに思います。基本的には ISO 100で、大丈夫です。次5つ目なんですけれども、こちら写真の記録設定なんですが、おすすめはロープラス JPEG にしてください。プラスねローも撮っておけば後ほどね編集ができますので、例えば花火の撮影って結構白飛びしちゃったり、もしくはね、ちょっと暗すぎちゃったりとかっていうふうに あるんですね。なのでローで撮っておけば後ほどその白つぶれとか、しているところを元に戻せたりしますので、ローがあった方がおすすめです。6つ目なんですけれども、超秒時ノイズリダクションっていうのをオフにしてください。もしくはね超秒時ノイズ低減っていうふうに呼ばれたりします。で、ソニーのカメラですとこちらにあります。こちらの撮影の画質記録で、一番下に行くとここにね超秒時ノイズ低減っていう風にあります。
で、これを今イリなんですけれども、こちらをねキリにしてください。キリにするとバルブ撮影の時にノイズリダクションがかからないので、その分ね時間を待機することなく撮影することができます。撮影します。はい、今これ、バルブで撮影してますので、シャッターをね今指で押している状態です。7、8、9、10、11、はい、でそうするとノイズリダクション実行中です。で今11秒を撮影しましたので、ノイズリダクションの処理の時間も11秒かかるっていうことですね。この時間待機っていうことになります。はい、指を離してから11秒を、ノイズリダクションの処理に時間がかかるということになります。タイミングをね失ってしまうっていうのがありますので、こちらは、ソニーの場合は、ノイズ低減っていうふうに呼ばれてますので、こちらオフにしてください。次がホワイトバランスになります。でホワイトバランスもちょっと好みがあるので、一概には言えないんですけれども、だいたいね4000から5000ぐらいがいいかなと僕は思います。ローで撮影してるとまたホワイトバランスも後ほど変えられますのでおすすめです。次3つ目、撮影ですね。でまず最初に決めておくことがありまして、花火の全体像ですね。花火の打ち上がった場所から一番ね大きい花火が上がった時にそこをもう全部入れたい、もしくは花火をもう画面いっぱいにズームで入れたいかどうか決めといた方が撮影の時にスムーズになるかと思います。どっちのレンズ使えばいいかっていうところなんですけれども、花火会場から花火を見る場合ってもうこんな感じで見ますよね。もう上に花火が上がるような感じで見られるのかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、大体そういう距離感の時は、2470で、がいいかなっていうふうに思います。花火会場から少しね離れたところから撮影する場合、まあ、大体ですけど1キロから3キロとかそういうところから撮影する場合っていうのは70、200ミリっていうのが予想されますね。はい、もしね怖かったら2つレンズ持ってっても問題ないかと思います。花火会場になんかレンズもう1個持ってくのちょっと荷物も多くなっちゃうので 2470mm で、撮影します。望遠側、テレタンに、してでその後に APS-C サイズに切り替えるっていう風にして、クロップして撮影したりします。もしくはそこから全画素超解像度ズームですかね、全画素超解像ズームっていうのにしてそこからズームするでも問題ないかと思います。2つ目なんですが、カメラを三脚に乗せて花火の上がる位置を確認し構図を決めるということになります。3つ目ピントの合わせ方なんですけれども、花火がね上がるたんびにつどつどオートフォーカスで合わせるっていうのが結構ねピントが合わない場合もありますので、もうこちらはマニュアルフォーカスで合わせちゃってください。ピーって鳴ったところでシャッターボタンを押しながらマニュアルフォーカス MF ですねに切り替えればもうそこで固定になりますので、その方法でピントはそこで固定しちゃってください。4つ目なんですが、花火が打ち上がった音とともにシャッターボタンを押します。ドンと言ったらこちらのシャッターボタンを押します。で、押すともう指離しちゃって問題ないので、でそうしたら花火が上にビューって上がってきますよね。で上がってバーンって開きます。で開いてこの火の粉が下に落ちるぐらいですね、落ちるぐらいでこちらのシャッターボタンをもう一回押します。でその時間の間、録音していると、シャッターが開いている状態っていう風になります。だいたいですけど10秒前後ぐらいなんですよね。ではね実際にスマホで撮影した花火の動画がありますので、ちょっとねそれを今ね、画面越しに撮影してみて、こんな感じの流れでやるんだよっていう風のを見ていただければと思います。あ、来た。はい、シャッター切ってる。おたまじゃくしみたいなのが上に上がる。はい、お、来た来た来た、真ん中に来た真ん中に来た真ん中に来た。これが開く。開いてシャッターをこの辺で閉じる。はい、いかがでしょうかあ、もう一回来てるもう一回来てるもう一回来てる。最後に撮ったやつどうだろう、ちょっと見てみますか。ピントがねしっかり合ってなかったんですが、花火が上がったね軌跡っていうのが、一緒に撮れます。画面に反射して僕の顔映ってるんですが、まあこういう風にね練習するのもありかもしれないですね。これで分かりましたかね。はい、まあこんな感じで花火の撮影をしてください。
では4つ目、編集になります。で次、この編集なんですけれども、実際に花火の写真撮ってきたデータがありますので、それをねライトルームに入れてどんな感じで編集するかっていうのを見ていただければと思います。先日の狛江市と多摩川の花火大会の、写真ですね。もうちょっとね一部編集しちゃって、編集が終わってるっていう感じになるんですけれども、元の画像をね出して比較して、ローと JPEG の違いっていうのと、あとはねこんな感じで編集していくと綺麗に仕上がるよっていうのをちょっと見せていこうかなっていうふうに思います。まあ思ったよりねそんななんかうまく撮れなかったなっていう感じなんですが、まあこんな感じで撮影ができました。ここの写真を見てみます。はいはい、こんな感じだなっていうふうに思いますよね。情報を見てみると、JPEG の写真なんですね。これがねローの写真なんですね。 JPEG っていうのは基本的には編集すると画像がどんどんね劣化していくっていう風に、なります。カメラの撮った時の設定の色味がそこに出ているような感じが JPEG っていう感じですね。取っ手出しっていうのが JPEG って呼ばれますね。これがローデータになります。塗り絵の、まだね色が塗ってないようなキャンバスみたいな感じで、まあ、ここからコントラスト強くしたり、シャドウを上げたり露出の調整したり彩度を上げたりとかっていう、こうベースの状態みたいな、色がまだ、しっかり乗ってない薄い状態っていうのがローみたいな感じですね。ローデータっていうのは色情報とかがねしっかり記憶されてますので、ここから調整していけるっていう感じになりますね。軽くちょっとやってみます。 JPEG っていうのはもう取って出してて基本的にはもうできてる写真みたいな、完成された写真みたいな感じになります。気になった部分がここの花火の中心、この花火の最初の打ち上がってるところは結構なんか白飛びしてますよね。でこの白飛びしてる部分を少し、元に戻したいので、ここのハイライトですね、ハイライトをこういう風に戻します。はい、そうすると、これが元のデータなんですけれども、こういう風にちょっとねこの線が出てきましたよね。でこの下の部分もハイライトを戻すと、気持ちね元の写真これなんですが、少しこういう風に線が出てきた感じしますよね。まあ、そうすると全体的に暗くなってしまうので、このように露出を上げるっていう感じですね。なんですが JPEG の場合っていうのがこのままハイライトを落としても、まあ、一応線は出てくるんですが、なんか色情報がないっていう感じになりますよね。わかりますかね、この写真が暗くなるだけなって色情報がないっていう、はい、なんとなくこれでもいいじゃんって思うかもしれないんですが、今ハイライト下げて露出少し上げて、ちょっと見やすい感じになりましたよね。白レベルも下げます、はい、白レベルっていうのは一番明るいところみたいな感じですね。はい、だけど、まあ、もうこれ以上できないですよね。これマックス下げてもこんな感じっていうことで、こちらねもう色が出てこないんですね。これが JPEG だったんですが、次がローを調整してみます。でローも同じく最初の編集前はこのようにね真っ白になっちゃってますよね。こことかこの部分をハイライトを下げます。まずハイライト下げるとなんと色が出てくるんですね。わかりますでしょうか、この色が出てくるんですね。はい、ほら出てきましたね。で、下の部分も色が出てきた。ちょっと元に戻しますね。これが元の写真になります。少し白レベルも下げます。はい、今下げました。はい、でこれハイライトちょっとマックス下げちゃいますか、試しにガッと下げます。そうするともう写真自体がちょっと暗くなっちゃったので、この露光量っていうのを上に上げていきます。はい、ガーッと上げて、ガーッと上げて、はい、上げました。しっかり線が出てきて色もしっかり確認できるの分かりますか。はい、このような状態になります。で JPEG と見比べてみます。同じ値にしますか、値が同じぐらいで今やっております。こちらが JPEG でこれがローデータになります。 JPEG の方はハイライトを一番下げてるんですが、もう復活しないんですよね。ここの線は復活してるんですが色情報がないみたいな感じですね。で次にローデータなんですが、はい、このように線も復活してしっかり色も出てくるっていう感じになります。これで JPEG とローデータで写真の
出来栄えですかね、どんな感じで変わっていくかっていうのが分かったかと思います。黒つぶれとか、白飛びっていうのをできる限りね、修復するにはローデータで撮影した方がいいと思います。この花火の場合なんですけども、ちょっとね上の余白多いですよね。ここにゴミも映ってますしね。でちょっとトリミングしちゃいます。もうここはもうお好みでいいと思います。大体でね、ちょっとトリミングしちゃいます。はい、まあまあこの辺にしておきましょう。コントラスト上げていきます。はい、グッとコントラストを上げると少しこう引き締まる感じになりましたよね。で、僕的にはこれだとちょっと露光量明るすぎるんで、もうちょっと暗くしていきます。次が黒レベル、黒いところですね。まあ、大体この、空の部分とかこの木の部分とかなんですが、こちらシャドウを下げていきます。そうすると花火がね浮き出てきましたよね。で黒レベルもちょっと下げますか。白レベルって今マックス下げたんですけど、ちょっとやりすぎかなと思うんで少し戻します。はい、これが一番下げてます。あんまりね変わんないんですけども、ちょっとね半分ぐらいにしときます。でハイライトもね、ここまで、やらなくていいんですが、まあここもお好みですね。はい、今ね元に戻したら分かったと思うんですけども、元の画像ってこんな感じなんですよね。まあ、露出量上げてるんですが、こんな感じですかね。はい、ちょっと暗いかなと思うんで少し、露光量上げていきます。まあ、大体ちょっとこの辺にしておきますか。次は色をね乗せていくんですよね。ここに今もうすでに色があると思うんですが、ローで撮った場合ってサイド10で自然なサイドまあ20とか15とか、大体まあこの辺、まあ、やりすぎるとねガビガビしちゃうんで、まあ大体この辺でいいのかなっていうふうに思います。ここはもうお好みでいいかと思います。テクスチャーってあるんですけれども、ちょっとねはっきりさせるみたいな感じですかね。まあ、ここもお好みで上げてもいいかなと思います。で次明瞭度ね上げるとね少しね周りが明るくなりましたよね。まあ大体こんぐらいでもいいかな。霞の除去を上げるとぐーっと引き締まります。わかりますか。ちょっと無理やりやりますね。はい、今78っていうところなんですけども、これちょっとゼロに戻します。こう周りがね少しこう明るく、煙ですかね、ここに花火の光が当たっててこういう風にね白くなっちゃうんですよね。でこの部分って暗い方が結構花火ってかっこよくって、ここを少しこう暗くするイメージっていう感じですかね。これもお好みでやってください。まあ、大体こんなところなんですよね、実際。あとはやるとしたらですが、この周辺光量補正ですかね。周辺光量ってこういうものなんですが、少し花火の周りを囲うようにこうやって暗くするっていうのも一つの手ですね。今の補正をもう一回ね、初期設定に戻します。編集前はこんな感じでした。これがローデータですね。さっきちょっと編集した写真がこんな感じですね。まあ、この辺もねお好みなので、自分どんな感じに見せたいなっていうのをちょっと考えながら編集すればいいかなというふうに思います。ホワイトバランスもこれもね見せ方なので別に答えがないんですが、例えば黄色っぽくしていきます。黄色っぽくしていくと、まあ、こんな感じになりますよね。赤みが強くなるというかね。撮影時が4300だったと思いますね。でこれを少しねこう青く持っていきます。こう青くするとね結構綺麗に見えるんですよね、花火って。これが3500、色かぶりが気になってくるんで、少し最初はプラス9だったのを少し下げていって、だいたいこの辺かな、3とかに、調整するとこれ引き締まってきましたよね。もうちょっと色温度下げますか。はいはい、少しこうね空も青く見えてくるこの感じですかね。元の写真こんな感じです。こっから綺麗ですよね。こういう風に木が入ってたり、まあ、後ろのマンションが入ってたりしてちょっとね残念だったんですけれども、自分の好きなところだけトリミングして、まあ、例えば私はこういう写真がいいですっていうね、まあ、こういう風にこれが完成ですっていうのでもありだと思います。トーンカーブ触って煙の部分が少しこの辺にもやーっとしてると思うんですが、こ
ここを少し黒を締める。そうするとこの真っ黒の中に花火があるみたいな写真もできると思います。ちなみに、まだまだ拡大、まあ、ここまで拡大するとね、さすがにもう画質が、劣化しているのが分かりますけど、ちなみに元画像がこれです、はい、一見なんか失敗したような写真に見えますが、レタッチするとこういう風になります。でこれがね、僕がすでにレタッチ済みの写真ですね。軽く見ていきます。ほんとね、木がね目の前にあったんですけれども、まあ、なんとかねその隙間から写真が撮れたっていう感じですね。これもね綺麗ですね。でこれも全部レタッチしてあります。これさっき今ねやったやつですね。はい、でこういう風にあります。はい、うん、綺麗ですね。そうで結構ねこれ、このどれだ、この写真がすごい、これですね、これがね個人的にはすごいお気に入りの写真なんですよね。トリミングしたりクロップしたりしてるんで、この 28mm っていうのがね、もしかしたらもう当てにならないのかもしれないですけど、結構僕は広めで撮ってました。これもね 28mm ってなってるんですが、元の画像っていうのがこれかな。あ、でもこれでも、あ、これでもかなりトリミングしてますね。これ一回元に戻してみますか。はい、これなんですよこんなに広く撮ってて、上に余白めっちゃ空いてますよね。で下もこんなに広く撮っててなんですが、ガツンとバルブ撮影しても、自分でシャッターを開けて閉じた時の秒数がここにね載ってるんですよね。バルブっていう風に載るんじゃなくて、しっかり何秒だったかっていうのはここに載ってますね。花火によってこの露光時間っていうのは結構、変わりますっていう感じですかね。 F 値は今見た感じほとんど F10 で撮ってますね。もう僕の場合は2470持っていって、一番大きい状態で撮影して、で、編集の時に、トリミングするという感じでやっております。で編集の仕方については以上になります。で最後に今簡単に注意点なんですけれども、花火会場によって三脚禁止なところがあるって、公式ホームページとか見てから撮影しに行くっていうことをお勧めします。もう一個なんですが、花火の撮影中に三脚を立てていると思うんですけれども、土手だったりこう斜めになってたり砂利だったりとかっていう風に不安定な場所は三脚がね倒れやすかったりします。なのでちょっと見えますかね、ここにフックみたいなのがこういう風に出てくるんですね。はい、でここにこう自分が持ってきたリュックとか、なんか重たいもの、なんかこう食べ物とかペットボトルとかあったら、その、コンビニの袋とかをここにぶら下げてると少しね安定しますので、こういうところのフックはしっかり活用した方がいいと思います。グッチーチャンネルということで、じっくり、解説していきましたが、花火の写真の撮り方っていうのはどうですかね、分かりましたでしょうか。何を準備してどんな風に撮影するというのが分かったかと思います。あとね編集とかね、こんな感じでやるんだっていうのが分かると、ローで写真も撮ってみようかなっていう風に思う方もいらっしゃるのかなと思います。これからね、毎年のように花火大会もあるかと思いますので、いい写真を撮れるように願っております。ということで今回の動画参考になりましたら、よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方していただけますと今後の励みになります。何かねご質問などありましたらコメント欄までお待ちしております。それでは今回の動画はこちらで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。